はい、皆様こんにちは、なりわでございます。本日は、今日のコーデを撮りたいと思いまして、お散歩がてらね、ちょっとこちらに来ました。あの人がいないところで今撮影しておりますので、どうぞね、ご安心ください。では今日のコーデ、よろしかったらご覧になってみてください。ではですね、お散歩がてら、あの結構ね、1時間ぐらいかな、お散歩をしてきまして、ここでね、さっきコーデを撮らせていただきました。でお買い物もちょっとね、今日何日ぶり5日ぶりぐらいに、ちょっとお買い物をねしたいと思いまして、こちらの今ねいるところに来ました。歯磨きとかね、歯磨き粉とかチューブのやつですね、歯磨きとか、それからなんだろう、他にないものもありますので、ちょっとね少しだけ食料品を、野菜がちょっとなくなったのでお野菜を買い足してね、それで、帰りたいと思います。で最近ね、結構ツイキャスを毎日、だいたい昼間2時間、夜も2時間ぐらいやっております。結構な頻度で、ツイキャスライブをしてますので、よろしかったら皆様方お気軽にいらっしゃってくださいませ。ツイキャスはね、アプリが2つありまして、いつも説明させていただいてるんですが、グリーンのアプリとそれからブルーとありまして、ブルーはあの配信者用ですね。で皆さんが私のツイキャスライブとかご覧になるときはグリーンでございます。その時に、何でしたっけ、そのアプリをの中に登録するところがあると思いますので、一応あのメールとそれから自分の、まああれですね、あのお名前、いつも使っていらっしゃるね、インターネットの本名じゃなくてインターネットで使っていらっしゃるねお名前と、それを登録していただいてログインをしていただければコメントが書けますので、視聴するだけでしたらその手続きはいらないと思います。見るだけだったら自由に見れますので、ぜひねグリーンのアイコンをね取り込んでいただければ視聴できますので、視聴だけでもしていただけたら嬉しいです。ぜひ遊びに来てくださいね。では、今日はね、こちら何曜日、今日は木曜日、30日ですね、4月ので、お客様は本当パラパラでね、下にカルディさんがあるんですが、中はね狭いので、お店の入り口で、お店の方がね人数制限をしていらっしゃいます。なんで外の方にね適度な距離をとって並んでいらっしゃいましたね。なので安心してお買い物ができます。感心したのはお手洗い、さっきね使わせていただいたんですが、入り口のねドアがオープンになっておりまして、換気のために、それとお手洗いにはアルコール消毒とかもちゃんと置いてありましたね。ではでは、お客さん本当ねパラッパラなんですね。いつもだとすごい人なんですよ。だけど今はちょっとね、パラパラっていう感じなので、まあいい感じですね。なのであまり人と密に接触しないでお買い物もできますので、まずね私薬局によって、歯医者さんもねこの目の前、私がかかってる歯医者さんじゃないんですが、入り口のドアをバーッとオープンされてましてね、入り口をねオープンしていらっしゃるんでね、安心してこんな感じですね、開いてるんですね。でそれぞれ個室のドアも開けてらっしゃるので、まあ、いろんなところでねいろんな対応をね、要するに密室にならないような工夫がされておりました。まあ、皆さんすごいですね。美容院の入り口のドアもバーッとオープンになっているし、いろんなお店の入り口のね自動ドアがね全開でございます。なので皆様こういうところだったら本当ね安心してお買い物、久々に
あ、雑貨屋さんがオープンしてますね。だけど本当雑貨屋さんの お店の前もあの自動ドアがすごい全開ですね。そこの歯医者さんもね、こんな風に全開になっておりますね。中の個室もちゃんとドアが開けられておりました。だから皆さん安心して来られますよね。私が今いるところは近所のね、あのモールに来ております。でね、こっからの景色をちょっとだけ皆様にお見せしたいと思います。はい、向こうにね大きなクレーン車が見えると思うんですが、あそこがね小学校の建築現場ですね。なぜカメラが、ね、なので、ね、今日はわりかしあのうるさくないですね。静かめでございますね。あ、電池切れかな、ジンバルの電池切れだ。あ、じゃあ手持ちで行こう。でね、お客様もこんな感じであまりいないですね。パラパラとしか、こちらも全くいらっしゃらない。患者さんが一人お待ちになってる感じかな。はい、ということでございます。よろしかったらこの後に流します。コーデの方、ぜひご覧になってみてくださいませ。ちょっと乱れておりましたけれど、まあ、こんな感じで今ね、コーデを取らせて
ていただきました。お天気もねすごくいいですし、今ね私が撮影しているところは、こういったところでね、人がいないので、ここでね、動画を撮らせていただいております。皆様方いつもなにわの動画を視聴してくださいましてありがとうございます。またお目にかかりましょう。なにわでございました。